爆弾って爆弾みたいなもん。違います。ブブーブーちゃん、大阪に何を持っていこうかみたいなとこあるよね。あるある。一通りね、準備終わったんですよ。向こうで余計なもんいろいろ買いたくないよな。寝ててん、さっきまで。言って30分ぐらい前か。顔が寝起きだな。まあいいわ。かわいい。ザッチ君ありがとう。今月もそろそろ終わりですね。オーガストからセプテンバーへ。ねえ、早いよ。本当になんか目に入ったな。だるいな。目にいるな、なんか。大丈夫、なんとかなる。え、なんとかなってないな。あ、こいつか。あんたか。まつげです。君のせいだったのか。ね、9月よ。大阪楽しむぞ。大阪楽しむ。いつから大阪に行くの？もうすぐ。きっと背景でわかるよ。あ、こいつ大阪に行ったんだなって。え、待って、え、三脚持っていかなきゃ。うわ、三脚も入らないよ、キャリーに。焼き鳥屋さん行けなかった？あら、そっか、飲みたいもんね、焼き鳥なら。ねえ、それは残念や。今日はね、家でね、あの餃子とハイボールっていう、あの本当に飲むのが大好きなんですかみたいな人の、食事をしました。
あっという間に師走ですよ、12月ね。いやもうどの月も楽しみだからもう何でもいいわ。早く何月にならないかなとかじゃなくて、全部全部楽しむ。あもう本当にもう本当に延期とかもう中止だけはマジで勘弁してくれ、マジで勘弁してくれ、本当にちゃんとしよう。はい、ちゃんとします。かねしゃん花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。打ち上げ花火は悲しいね。あー夏の歌で好きな歌ある？怖すぎて、うーん、夏の歌って好きな歌？特定のものはないかな。あ、あるよ。ポニーテールとシュシュ。チャ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 。束ねた長い髪水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない、触れたら消えてく幻、ポニーテールほどかに変わらずに、海は君で僕は僕で走るだけ。通天閣をバックに配線すんの、やばいでしょ。通天閣付近には私絶対住まないよ、絶対住まない、絶対住まないよ。いや大阪でも角で配信するかも。隅っこはほんとねいいですよ、カメラの切り替えを間違えない限り、あの何も映らないので周りにも。今週末大阪にいるなら外箱町の舞台見ようよ。あ、いいですね。いるかな。さあ果たしているのかいないのか。そうだよね、やってるよね。もうすぐか、もう本番、もう小屋入りぐらい。頑張れうか、頑張れ。早く21世紀終わんねえかなとか思うの。どんな質問、どうしたらその質問思い浮かぶん。え、な、なに質問の意図は何？え？全然思わん。そんなこと考えたこともない。何世紀とか。珍しく荷造りが早くできたのね。偉いぞ、リナッチ。ありがとう。でもね、きっとまだ持っていきたいものがたくさんあるはずなんだ。たくさんあるはず。カレー大好きのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。ありがとう。クリスマスローズ。真夏のクリスマスローズ。白い花、あの雪のように咲いていたサイレンナイト、窓辺の
21世紀って20年以上経ったの？私がもう23年生きてんだ。びっくりよ。本当に本当にあんまり歌われないけど、初恋の行方とプレイボールかな。あ、いいね。初恋の行方とプレイボール、なんだろう、夏の歌ってメロディーもいいよね。なんかワクワクする。AKB グループに限らずあるかなと思って。あんま特定のもの聞かないんだよね、私ね。いい質問なのにうまく答えれなくてごめん。ポニーテールとシュシュはイントロが秀逸な曲の一つだと思う。本当にそう。じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん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 。いいよね。あれも好きだけどね。エブリデイカチューシャ、ほんと中学生の頃思い出すな。あらゆる歌番組で歌ってて、学校の掃除の時間とかに必ずなんか AKB の曲流れててみたいな。でみんなとどの子が好きかみたいな言い合ったりとかさ。あの頃はね、パソコンをさ学校に持ち込むとかできないし、携帯だってね、Wi-Fi 何 YouTube とか見れるわけじゃないからさ、振りコピとかもできないじゃん。それでもなんか盛り上がってたあの時代いいよな。とかあとは丸中3ぐらいの頃だけど、真夏のサウンズグッドとか、じゃじゃじゃチャチャチャってさ、なんかもうワクワクする曲が多かったね、夏の曲って。ポニーテールとシュシュのイントロのような感じで言えば、僕らのユリーかな。ジェレレ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 レもいいよね。夏だーって感じ。ポニシュシュと僕泣きって似てるか？一度も思ったことないっす。ほんと？いや、似てないかな。上海メランコリーの次はもう決まってるの？はい、何も情報は進んでませんが、予定ではあります。あります。通天閣近くの串カツ屋さん、ご馳走してあげたい。いいですね、串カツ。いいね、食べたいね。ドラえもん誕生まで今度の土曜日で90年。そんなめっちゃ古いの読むやんって。私が全然追いついてないんじゃん、ごめんごめん。あ、すごい追いついてないね、ごめんね。舞台本番終わるまでずっと大阪、一
回ぐらい帰ってくるかも。だけど基本大阪にいると思う。さすがに飽きた夏休み。もう稽古始まるの。そうなんですよね、近々。やばい、稽古動画全部見終わってない。山ちゃん、花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。花火いっぱいくれてた。あ、ハートもありがとうございます。ハートもありがとう。遅延じゃなくて追いついてないだけ。うん、そう、普通に過去のコメント読んでちょっともう自分で盛り上がってただけだ。話が広がってただけ。え、パレオはエメラルドの、え、イントロわからん、サビしかわからん。パレオはエメラルド、腰に巻いた夏、大人になった少女よみたいなやつになった。貸しちゃうかったらごめん、勝手に替え歌してたらごめん。クニアン、花火ありがとう。結構前にくれてたんかな、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ビジーチェンジさんも花火ありがとうございます。さっきこの辺にバーってなってたの、みんなそれか、送ってくれてたんか、ありがとう。こんばんは、山ちゃんペンライトありがとうございます。紫のペンライトありがとう。夏曲は盛り上がるのに声出せないから残念。あ、そうだっけ。そう、あんまそんなイメージないけど。カレンダーの印に指折り、待ってました、待ってました、新秋、あなたは来るか、焼けてるから、待ってました、待ってました、会いたくて、カレンダーの印、指を、指を数えた、ハートは休めない。じゃらじゃじゃ、何、なんか変わったん。あ、今のご時世的にって話か。あ、なるほどね。夏曲は盛り上がるのに声出せないからだね。あ、そういうことか。あー、なるほど、理解理解。ふふーって言いたいよな、ふふーって。お酒の飲めない飲み会みたいで辛い。お酒が好きな人にしてはきっと分かりやすい例えですね。ゴーゴー指さ、言いたいね、確かに。なぎさで一番可愛いガール、略してなぎいちって言いたいよね。指折り、え、どっちだろう。え、多分こっちやると、レンダーの印、指折り数えた、
だと思います。多分言うて待ってました新学期も。私が最後に歌ったのなんてもう7年とかそんな前の話じゃないか。私の記憶上ではあれはまだ山田チーム M どころか神枝チーム B2 だったかもしれない。なんかさ西日本ツアーだかさ、東日本ツアーだかさ、そういう系でやった気がするんで、かなんだろう、なんかよくさやらせてもらったじゃない昔ツアー全国回る系の。チーム M、 いやー微妙。そんな時に振り起こしかけるあきら先生に教えてもらった振り付けだし、それ以来全然やってないし。え、7年前は富士 M？ 嘘だ嘘だと言って嘘だと言ってください。マジか。なめくじハート。待って。自分の歌わりがまず出てこない。やばい。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる君なんだ。どれだけ好きでも無理さ。あ、どれだけ好きでもでした私の歌わり。ファンデュー、それでもなめくじ、いつか男になりたい。ファンデュー、堂々なめくじ、この手で抱きしめる。振り付けも天才だよなあれあ、いつの間にか。石焼くんありがとう。超アイドル選抜語り継がれてくれ。そしていつまでも歌い継いでくれあの歌は。山ちゃんペンライトもありがとう石焼くん、ミラーボールだ、ありがとう。バタヤンさんのバラが、バラ届きました、ありがとうじゃあファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。そうなんだよ、昔は全国あちこちね行ってたよね。リハーサル大変だったな遠い目、はあ、なめくじハートの選抜はミルキーさんが決めたという噂ですね。ええ、初見です。あ、どうもいらっしゃい。なめくじハート歌うときはめっちゃブリッコするの？いやー、自然とですよ、自然と自然とこうなっちゃうんですよ。あの、ブリッコしてる意識はない。
そうなってしまうんですよ。無理にぶりっこしようと思ったらぎこちなくなるだろう。ミルキーさんがラジオで喋ってたメンバーに大人がアレンジを加えてああなったはず。なるほどね、きっとそうなったんだ。本当ありがとうございますだよ。もうもう頭が上がらねえ。なめくじハートはあのミニが履けないというメンバーもいるんやで。あれ可愛いよね、あれわかめちゃんみたいな。あのヒールが高すぎるというメンバーもいるんやで。あれはね、高すぎる。あのヒールは、あれはあれでね、あれはどこだっかな、横ありか武道館が横ありかな多分で歌った時、センターステージのリフターが上がる、めっちゃ怖かったもんあれ。本当にもう高ささもう全然2メートル以上余裕で上がる。で前はまだ見えるじゃん、後ろに次出てくるメンバーがいて、だからこの後ろが空いた状態でこの縁で私たち踊ってて、なめくじハート真ん中空いてんのよ、真ん中下にいるのよ、もうスタンバイしてんのよ。怖くて怖くて後ろだけ、後ろがマジ怖かった。横浜アリーナセンターステージっていつだったっけ。ああ多分遠くにいてもくらいだと思う、多分2015。あれ山田マジの意味教えてやるよの時だと思う。ゴーゴーイビサイビサガール、うん遠くにいてもだと思った。揺れるリフター一番やばかったのは6周年かな。あの世界には愛しかないを歌った時のあのらしくないを歌った時にリフターがガーって上がるんだけど、君に会いたくてバン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 らしくらしくすごい人数乗っててもやもやもや。だからさ、いつも通りのステップであのこうやってやるとさ、下がさなんか揺れてるからさ、うまくジャンプできてるように感じないみたいな、うまく跳ねれなくて。リフターあるある。いやでもそんな経験できたのもいい思い出よ。遠くにいてもは日本武道館じゃなかった、じゃあ日本武道館ってことにしましょう。日本武道館かあれは。あそうそうか。違
近くで見ててもステージがグワングワンになってるの分かった近くで見れたらめっちゃいいやん、めっちゃいいやん。ぐるぐるステージが回るやつは基本どのステージもね、あの上がったり特殊なやつは揺れます、揺れる。あの本当に NMB の劇場が神すぎる、全く揺れない。あんだけリフターさん、まあ、セリーですけど、セリって呼んでる。こうやってさ上がるじゃん、絶対揺れないもんね。うん、AKB 劇場は若干揺れるんですよ。あと NMB の劇場ってセリがこうやって上がってもここちゃんとさ何壁のままっていうか、 AKB 劇場ってもうここバネみたいな壁がないんよ。だからめっちゃ足とか気をつけなきゃいけなくて、NMB 劇場セリは動くの遅い方らしい。確かに AKB のあのあれ嘆きのフィギュアとかめっちゃ動いてたもんね。そんな動くっていうぐらいそうだから、うん、NMB の劇場はセリに隙間がなく、あの揺れることもなく非常に安全ですね。うん、セリの隙間によくイヤリングを落とすらしい。わあ、もうステージの舞台のスタッフさんも衣装さんも困るやつや。わあ、ああ、どちらも故障する。ピークを生で見たときはバンバン音やべえって思った。あれな。確かにな、音すごいな。確かに、AKB 劇場のセリ2年くらい前だったかな、壊れてしばらく使ってなかった。あ、そうなんだ。あ、でもやっぱ壊れることもあんだね。そりゃ長年使ってたらね。そうなるよね。でもやっぱあの劇場でさ、あんなね、ちっちゃいところでもさステージが動くってすごいことだよね。すごいな、見てて楽しめる。うん、おしゃれだよね。なんか月見草で山里奈だけセリをあげてもらってたという伝説、そんなんあったっけ。そうなん、カネシャン金魚ありがとうございます。金魚すくいしたい「リナッチのピーク好き、ありがとう」。でも最後にピークやったの2016年とかちゃう、あの衣装着て前髪長くて。
そんな気がするんだ。時にはベンチみたいに使ったりね。うん、そうそうそう。涙の湘南は毎回上がってたね。ユニットで言うとあとなんだ、あ、真夏のクリスマスローズも上がってたし、あと自分が出たやつだとあんまないか。上がるのだったらあと毒グモとかガーって上がってめっちゃおしゃれだったねあれね。うん、月見草も上がってるし、うん、6周年でピーク見たよ。やっぱ2016年じゃんそれ。ピークなんでやったんだろう。ああやったかな。やったか。うん、イナッチのかっこよさ好きやねんやって、ありがとう。私もねかっこいい曲は大好き。かっこいい、おーパキッつった。かっこいい曲の方がかっこつけれるから。かっこつけれるから、ね、楽しい。今のライブは金テープが降らなくなったね。あれね、旅の思い出なのにね、あれ辛いよな。完全にコロナにやられたぜ。それぐらいよくねって思うけどね。サムワンバットミーのとことかね、え、なになになになの話、なんなんの話してた私。あーかっこいい、あかっこいい曲の話ね。え、そういうとこじゃない、そういうことじゃないね。コロナ前からやめてた気がする。え、嘘、そうなの。あれは旅の思い出だよね、ライブの醍醐味というかね。え、かっこつけどころじゃん。いやそうだけど、そういうあの単発的な問題じゃないよ。違う、そうじゃない。NMB のリクアワでアーモンドクロワッサン計画1位の時降ってきたね。あ、そう、全記憶にござせん。あ、そう、そうだったか。
違うか、そう、ちょっと惜しいね。ハートが降ってきた。書いたわ、メッセージ。書いた。バード、あ、バード、そうそう、かっこいい曲、そういうこと、そういうこと。バード、もうイントロからかっこつけるんじゃん、もうチャーチャーからかっこつけるんじゃん。チャン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 、一生かっこつけれるじゃん、あの曲大好き、ああいう曲大好き。奇跡は間に合わないはかっこいい系、爽やか系だよね、どっちかっていうと。あの曲なんか衣装とかさ、振り付けがちょっとかっこよく、かっこいい感じになってるけどさ、曲のジャンル的にはめちゃくちゃ明るく爽やかに歌える系な気してる。まあ可愛い系ではないわな。じゃあもっと、もっと露骨にかっこつけれる曲が好き。エンドロール最高。歌ったことないけど歌ってみたかったな。エンドロール、たまちゃん、たまちゃん、金魚ありがとう。金魚かわいい。アモクロ1位は何年か、2014と見た多分。あ、制服レジスタンスとか分かりやすくかっこつけれるからいいですね。好きです、大好きです、あの曲。リセット公演で言ったらやっぱ、うん、制服レジスタンス、毒蜘蛛、オケラ、夢の鐘あたりじゃないですか。お、正解か。あ、よかったよかった。ラブチェイス、ラブチェイスはエンジンガンガン系じゃないですか。もうあれは必死な曲よ。もうかっこいいとかもうそういうんじゃない、もう必死。ラブチェイス。こんばんは。おお、いらっしゃいませ、ようこそ。ミスターキスマンも、あ、だいぶカッコつけれるね、好きよ。あとは何だろう、ただいまね、フェイントとか、純愛のクレッシェンドもカッコつけれるね。あとは、あとは何だろう、軽蔑していた愛情、欲望ものはもうダントツよ。欲望もの1位にしていいぐらい。よくぞ言ってくれました。リナッチがカッコつけるときは顔ポーズ？顔やろ。そういう顔だけは得意やね。山ちゃん、花火ありがとうございます。
ありがとう。打ち上げ花火、あの曲好き。歌詞分からんけど、美人は生きてもカッコつけても様になるから素敵です。私は欲望もののミルがかっこいい。ミルちゃんはもう何してもかっこいいし、何しても可愛いし、何しても美人よ。けどいいよね、わかるよ。たくさん背中見てきましたから。ええ、いやでも正面から見たらまたちゃうんやろな。100年先でも歌いたかったな。歌えなかったから振りも知らん。だって名放送名とかどういう体か分からんもん。打ち上げ花火って浴衣で歌ってたんだっけ。うん、歌ってたね。私がチーム B2 の初期の B2 の頃とか、先輩と一緒にツアー回って歌ったな。なんかその記憶がめっちゃある。そう、ここてん出たけど白衣装からだったんで、ポンポン隊なんですよ。ポン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 渡すわーいってレッツゴー。リボンなんて似合わない、ずっと好きだったのに。リボンなんて似合わない、今日の朝を思った。ダラチャラチャ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 。ドラムのドラムがうるさい僕の打ち上げ花火。そんなんやったっけ、全然覚えてない。姫のような美人は生きてもカッコつけても様になるから素敵すぎます。ありがとう。 V ありがとうございますと言ってください。そう、あのシルバーの衣装は着てないですね。12周年もここてん公演だけ当たらんくて人気なんやなと思った。なになに、12周年。もうすぐなのライブ。純愛のクレッシェンドはね、そう、一度も歌えなかったんですよ。まああの公演の期間が短かったのもあるし、うん、フェイントは一回だけやったな。プロムの恋人もめちゃくちゃ歌いたかったのに一回も歌えなかった。プライベートでひたすら聞いてたの。僕は最低の音
しれない。あれ A もん、じゃ1番も2番も最後サビも全部サビが一緒なんだよね確か。そんなことないわ。いやそんなことあると。僕は今更何かに気づいた。こんな僕を愛してくれる人がいた。優しさに包んでくれた。あ、1番と2番だけが一緒なの。最後サビは違う。高嶺のリンゴの時赤組やったもんね。そう、あれだよね、思わせ光線かな、ユーリと多分。褒められたら 100% 信じるタイプ？信じるっていうか、なんだろう、ありがたく受け取る。今度こっちが痒くなってきたんだけど、なんなの？なんなの？土平日の昼間なのに当たらんねん。あらまあ、そりゃみんな好きなんでしょうね、あの曲がね、公演が。あ、水切り。あ、ちなみに大汗光線はカモネギックスの時っす。あ、じゃあその前、一個前なんだ。あ、なるほど、なるほどね、そういうことか。懐かしいな。私アリリンと一緒だったっけ。あれ、コナミンは違うか。あれ、ちゃっかりナナさんの隣に座ってるやつな、私が MV でちゃっかりすぎる、あまりにちゃっかりすぎる。実はゼツクロはかっこいい系という、実はか、ちゃんとかっこいい系だと思ってた。歌詞はちょっとかわいいけど、土平日の昼間にやるのがここ点だけやのに当たらんねん。当たらんかったんか。よしよし。よしよし。そうか。そうか。もう私からは、よしよししか言われへんよ。きっといいことあるよ。周年コンサートよりリナッチの舞台で大阪遠征を決めたよ。舞台の楽しみの方が勝った。ありがとうございます、ありがとうございます。やってやろうやないか、ドン。頑張ろう。楽
しませてやんよ楽しませてやんよ。2番の相撲の張り手がかっこいい。おお。わしは誰だって生まれた瞬間はいつしか大人になって変わる。じゃ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 。その尺でなかなかやんないもんね最近ね。私も好きよ。ピュアピュアか。ピュアピュア誰だって生まれた瞬間。タン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 。いいよね。さすがファーストシングル。楽しませてくれよ。当たり前だ。任せろ。任せろ。NMB に推しがいなくなっちゃったから俺は今ここにいる。私推しってことで OK ですね。はい。ブイ。紅白歌合戦に出場した経歴があるって客観的にすごすぎるね。一族の自慢。いやすごすぎるよ。もうあの空間は一生忘れねえ。本当にとんでもない大スターが集まる紅白歌合戦、ありがたい現場だよ。本当大のファンレベルが上がりました。どこだ、いつもありがとう。絶黒のピンマイク版も踊れる。ピンマイク版言うてだってマイクない方があれ踊りやすいんだぜ本当は。ね、こうだ。マイクの変わるやつもあれば変わらんやつもある。多分考えたら多分あるけど、考えたら時間かかる。最後日本の美はジャパンってコールするんやね。ほんまに？聞こえたことあるかな？ヤッチが現役の時は一押しだったよ。当時はありがとう。いやほんまに我が娘が我が孫があの紅白歌合戦に出たってすごいですよね。なに酒のない配信に懐かしさを感じている今日。なに、どのタイミングで感じてんの？え、
今酒持ってないんだけど、ねえどういうつもり？ほんまになあ。ヘッドセットと手持ちマイクの時は、まあ振りがこっちの分が足されるぐらいじゃない、多分そんな大まかに。あのジャパンはナナちゃんの声、そうなん、ちゃんと聞いたらわかるかな。あんま意識したことなかった。お母ちゃん五木ひろしと紅白出たんやで。うん、すごい方々のね中に揉まれてすごかったな。あ、そういうことね。あ、みなっちがいたから NMB 好きになったし、アイドルも好きになった。ありがとう。久しぶりにお酒の話も少なくて昔話に花を咲かせているのが懐かしさを感じる。懐かしさの話の原点作ったのあなただからね今日。好きな夏の曲はみたいなのから始まって、私がポニーテールとシュシュって言ったのが始まりじゃない。確かにな、昔話はお互い盛り上がるからね。だからそれに浸るっていうかなんか。あ、そういうのもあったよねみたいな。でしょ？もう1時か、早いな。たまには早く寝てみるか、今日は。もうこの後何もせず。大阪に行く荷物マジで心配なんやけど、何持ってこうあと。帽子？帽子持ってく？笑い話、ネタにできる話もそうね。あるもんね。一時なら十分遅いやん。確かに。確かに。早いは10時ぐらいやで。そうだよな、1時は遅いんだよ。そうだよ、1時は遅い。でも今から SM オペラの台本と映像を照らしながら見ようと思ったんやけど、なんで今日の昼間にやらなかったんだろう。それ私は一体何をしてたんだ。あ、銀行に行ってたんだ。それは無理ゲーやろ。寝るわけない。そうなんですね、寝るわけがない。はあ、困った困った。
もう8月31日になってしまいましたね、皆さん。8月終わりですよ。昼は餃子にビールだったから、いや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 、昼に餃子ビールも食べて飲んでないですよ。何コマ撮り姉妹って、何何何コマ撮り姉妹って、ちょっともう終わるのに話広げんといてよ。コマ撮り姉妹、何を言うとんの。困った困った困ったりし、ごめんちょっとわかんない。ちょっと何言ってるかわかりませんのでではランキングを読んでいこうと思います。13位、マソーくん。12位、岩の風さん。11位、ザッチくん。10位、コラコラさん。9位、クニヤン。8位、ホリッチさん。7位、ヒトヨさん。6位、バタヤンさん。5位、ビージーチェンジさん。3位、カネシャン。2位、ヨシアキくん。1位がヤマちゃんでした。どうもありがとうございます。夏お疲れ、秋も楽しみにしてる。きっとまだ暑いけど一緒に乗り越えていこうな。ありがとう。あ、呼び捨てでいいよ。あ、わかった。次からそうする。じゃあみんな、まだまだ体調にはお気をつけて。おやすみんみんゼミ。ミンミン、バイバイ切るぜ。はい、ちゃんと寝ましょう。おやすみなさい。